ムルトイコールエイコールモゼル県は、フランス北東部、グランテスト地域県の県である。ムルトイコールエイコールモゼル県は、1871年、ムルト県とも、ゼル県の一部が、夫婦戦争終結後のフランクフルト条約により、ドイツ帝国領となったため、二つの県のうちフランスに、残された領土が合併して誕生した。リュネビル、ナンシー、トゥールといった国境より、 内陸の各地域はそれ以前よりフランス領であった。一方でブリエーはモゼル県の一部であった。領土回復後も県境はそのまま残された。当時、シャトイコールサランとサールブールはドイツ領であった。1997年、行政上の理由からムーズ県のコミューンであったアンドバンペールポンがムルトイコールエイコールモゼル県に加わった。 ムルトイコールエイコールモゼル県は、ムーズ県、ボージュ県、バイコールラン県と接し、北部はルクセンブルク及びベルギー国境と接する。過去の仏属間の戦争の名残で、県は奇妙な形をしている。南北 130km、東西は狭いところで 7km、広い部分で 103km ある。この形を時にはガチョウに似ているとされる。県面積の 約32%を森林が占める。この森林は1999年の嵐でひどい被害を受けた。県の名称はムルト川とモーゼル川に由来する。ロレーヌの大地を流れるこれらの河川が大地を掘り下げて広大な平野を形成している。これはボージュ山脈から南東の山地の地域を生み出している。気候は海洋性気候と大陸性気候療法の影響を 受けている時には、冬の寒波、夏の熱波と対照的な気候となる。しかし、支配的な方向の風はなく、全体的に弱い。そのために、猛烈な風が吹くのは稀である。スプルフ、2006年以降 INSEE 県の、経済は長きにわたって、鉱物資源採掘に依存してきた。1960年代まで繁栄し、1970年代、 以降の鉄鋼産業不況で、基幹経済の転換を迫られた。北部で高知のブリエイは、さらに厳しい経済危機に陥った。今日、失業率が再び上昇し、ベルギーや先進的なルクセンブルクへ労働者が流出した。例として、かつての鉄鋼産業の街論理の労働者人口の半数は、現在ルクセンブルクで働いている。デュネビル周辺の状況も困難である。 対照的に、南ー軍は、サービス業、研究分析、高等教育の分野で非常に躍進している。かつて、ロレーヌ港の果樹園であった、県南部のサントアは、依然として、農業地帯のままである。1871年の風仏戦争後に成立した、現在のムルトイコールエイコールモゼル県とも、ゼル県の県境は、本当の文化的国境でもなければ、二つの県の、 住民の意識を隔てるものでなく、双方の県民は二つの県で一つであるという意識を共有している。論理を含むかつての工業地帯は、モゼル県のティオンビルと文化的に密接である。詳細は、カテゴリー、ムルトイコールエイコールモゼル県出身の人物を参照。ありがとうございます。